ああ、もう暑いよ。暑い。やっぱもう地球温暖化が進んでるんだな。もうめっちゃ汗びっちょりだよ、もう。まあこんな時は冷やし中華でも食べたいな。なんかどっかいないかな。チリンチリン、風鈴の音。風鈴の音が鳴ってるな。チリンチリン。あれ？冷やし、いや？冷やしのんの、始めました。チリンチリーン、チリンチリーン。なんだろう。まあでも美味しいかもしれないし、入ってみよう。うん、ガラ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 。いらっしゃいませー。なんか暑苦しそうだな、出てきたかな。いらっしゃいませー。冷やしのんのを始めましたっていうのは、ちょっと、はい、はいはいはい。気になって一つ頼みたいんですけど。気になりすぎて？ん？気になりすぎて？気になりすぎて？ん？冷やしのんのうー、気になりそうっていうことで、よし。冷やしのんのんとは、今年の夏発症した、私のことなんですよ。発症した？はい。私がね、ダジャレを言うことによって皆さんを、冷やしていくんですよ。とても暑いですよね、今。今、はい。あなたの熱気にやられて、すげえ暑いです。じゃあちょっと今から涼しくして差し上げますね。はい。じゃあ、お願いします。とりあえず行きたいと思います。はい。カメを持った、カメラ、あ、逆で間違えた。カメラを持った。今、ポットに湧いてるよ。あ、暑いなぁ。待って、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 そんな生やしたてないで。カメラを持ったカメ。おー、どうですか？熱い熱い。まだ熱い、まだ熱い。熱い熱い。机を、2くれ。おー。おー。今どんぐらいの気温ですか？ちょっと汗が引いてきましたね。本当ですか？はい、こういう効果があるんですよ、やっぱり。クッションが、クッション！どうですか？なんか、上着羽織ってもいいかなって。本当ですか？すごい、はい、ちょっと羽織っていただいて。はい、クリアファイルを持ってゲームをクリアする。どうですか？ガタガタガタ。じゃあもうラストいきますね、ラスト。またもう YouTube をかけるの？ラストいきますね。ライトがついて、あらー、糸おかしい。そして、地球温暖化は、なくなった。はい。口内炎が治りました。アグポンこと大西あぐりです。口内炎が同じ箇所に2個できました。のんのんこと高岡のんです。始まりました。アグのんルームラボ。第44回配信です。イエーイ。この番組は姉妹のように仲良しな、私たち二人の部屋からお送りする、ゆるほわ動画番組でーす。イェーイ。はい。今週の小芝居は、小村帰りさんの案を採用させていただきました。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今回の6月23日、うん、はい、この放送日はですね、うん、もう23時からだからもう終わっちゃいそうなんだけれども、うん、今日は事務所の先輩である、竹達彩奈さんのお誕生日でーす。わー、おめでとうございます。ありがとうございます。そして皆さん、私たちを見て何か変化に気づきませんか？変化に気づきませんか？ねえ、うん、ねえ、ね、これで何も反応されてなかったら逆にすごい。いつも通りみたいな感じだったら、うんうんうん、ね、そうなんです。そうなんです。実はなんと見てください、この頭。頭、頭が、そうなんです。そう、先輩のようにしてみました。そうなんです。竹達先輩、のんのん最初なんか見慣れないなと思ったけど、なんだろう、この画面越し見るとなんだろう、どうかな、なんかより幼く感じるというか。え、本当に？うん、逆に私はアグポンのボブっていうの、こうショートっていうのかな、うん、めっちゃ好きです。あ、本当？めっちゃ好き。いや、全然見慣れないわ。え、本当に？うん、なんかこういう女優さんとかいそう。いないよ、誰も。誰もいないか。誰も、いや、誰もいないか。かわいい。かわいいさ。でもね、こんなこともね、なかなか、できないからね。ね。そう。しかもなんか本当に、双子のような。そう。ね、ピンが面白いんだよね。どっち、こっち、こっち、これです。
フォーエバー。イエスって書いてあるの。はい、永遠に。私は、ワオラブって書いてある。わー、愛って書いてある。そう。そう。かわいい。色がね、ちょうどいいね。ね、いい感じ。これ選んだんだけど。うん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 。なんかね、こういう髪型、お揃いとかもめっちゃ楽しいから。ね、楽しい。ねえ、またそういうイベントごとの時に。確かに確かにね。やっていきたいよね。やっていきたい。お揃いやりたいね、また。うんうんうん。良きです。やりたいね。うん。はい。ということで、今回もよろしくお願いします。はい、アルナンルームラボ。それでは早速、最初のコーナー。今週の面白い話。イエーイ。はーい。このコーナーは私たち二人のうち一人が面白い話をします。はい。どんな話が飛び出すのか、皆さん期待していてくださいね。はい。今回は、のんのんが、面白い話をします。はい、前回めちゃめちゃアグポンのウグイスの話が面白かったもんね。すごい、そんなにできないんだ。そう、面白かったんでね。うん、今回私ということで。うん。なんかね、二つあったの。二つあったのってか、二つどっちにしようかなって。なんかね、なんかアズミ開けちゃったじゃん。そう、二つあって、うん、なんか私がめちゃめちゃ恥ずかしい思いをした話の方にするか、うん、普通に友達と喋ってて面白かったことにするかって迷ったんだけど、うん、恥ずかしい方にします。ね。はずいって書いてありますからね、台本に。忘れないように台本にはずいって書いてますね。じゃあ、のんのんの、恥ずかしかった。でも、とても面白い話。やだーじゃあちょっと。それでは、始まり。始まり。そうだね、始まり。開幕です。そうなんです。とある日のこと。お私は、学校で、ドイツ語の授業を受けてました。おぉ。あ、じゃあかっこいいよね。そう、ドイツ語の授業はね。そいつはドイツじゃごめんなさい。冷やしアグポを始めました。冷やしアグポを始めた。はい、ごめんなさいね。そう。ドイツ語の授業をね、受けてたんですよ。で、はい。私その時、すっごく眠くて。うとうとしてたんです。もう授業中なんだけど、本当は良くないんだけど、うん、こうやって書きながら、うとうって、そうしてたんです。そんな日もある。そう。で、なんかそのドイツ語の授業って、発音とかやるじゃん。なんかみんなで読んでみましょうみたいな。そうなんだ。そう、やってたんだけど、うんうんうん、でも眠すぎて、こうやってなんかボソボソみたいな感じで、言いながら、だんだん夢の世界に入っていったわけ、私が。で、そう、で、なんかもう、周りはもうシーンとして、じゃあ自習時間ですみたいな感じで、シーンとしてる時に、なんか何を思ったか、私は夢の中でなんか誰かと喧嘩をしてたんですよ。え？そう。で、喧嘩をしてて、なんか、なぜだかわからないけれども、うん、それが体に現れてしまって、うん、立ち上がりながら、ニヒトって言って。なんて言った？ニヒト。ニヒト？あ、ドイツ語で、なんかないみたいな、ノーみたいな。ああ。意味？なるほどね。立ち上がりながら、ニヒトって言って、うん、周り見たら、みんなが一斉に、すごい漫画だってなって、おしまいおしまいっていう感じですね。はい。なるほど。それは恥ずかしいわ。そう。え、恥ずかしいんだ、やっぱり。どういうこと恥ずかしいんだ。でも、うん、すごい恥ずかしかったんだけど、うんうん、4秒後ぐらいに、うん、あ、これ面白い話いけんじゃんと思って、携帯、そう、携帯にメモった。もう、仕事の脳にカチ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 ってなったんだね。そう、あ、よかったと思って。でも、まあ、うん、そういういいお題がね、そうなんです、できてよかったね。ありがとうございます。うん、そう、グッズ。めでたし、めでたし。以上、今週の面白い話でした。ここからはこちら、今週の普通のターン、イエーイ。はい、ということで、ここからは普通のお便り、略して普通のメールを紹介していきます。はい、早速紹介しますよ。うん、アグノンネームユーキンさんからです。ありがとうございます。アグポンノンノン、アグアグノンノン、アグアグノンノン。先日視聴動画が公開されたアグポンの新曲、うん、初恋カラーズ、バッチリ聴きました。 ありがとうございます。はい、ポップでとても可愛い曲で、聴いていてキュンキュンしてしまうくらい、うん、アグポンの可愛さがギューッと詰まった本当に素敵な曲でした。曲の一部しか視聴できませんけど、それでも毎日何度も何度も繰り返し聴いてしまうくらいお気に入りで大好きです。うん、フルで聴くのはもちろん、 MV はどんな感じになっているのか、うん、発売日がとても
ても待ち遠しいです。うん。初恋カラーズを歌うとき、アグポンはどんなことを意識して歌いましたか？うん。よければお話聞かせてほしいです。なるほど。ありがとうございます。かわいい。あ、ありがとう。かわいいやつ。はい。ということで、こう、うんうん、エルダーフラワー公開されてから、こう、初恋カラーズってことで、うんうん、なんだろう、全然印象が違う曲っていうか、そうだよね。そう、どちらかといえば、こう、前作に近いような感じだったから、うんうんうん、皆さんも、こう、なんか、聞き馴染みがある、確かに。大西だなと思って、こう、聞いていただけたんじゃないかなって思うんですけど、うんうんうん、そっか、どんなことを意識して歌ったか、っていうと、そうなの、なんかやっぱりこう明るさとかそういうのを大事にしてたんだけど、うんうんうん、なんか本日は晴天なりの時ってまだこうスタッフさんとまだ出会ったばかりで、なるほど、なんか緊張してたの。ああ、そう、緊張してなんか頑張ろうとか、なんか上手に歌わなくちゃみたいな、ここはこうして歌わないとダメだみたいな感じで、めっちゃなんかもう頑張る気持ちっていうかが本当に強すぎちゃってたんだけど、うんうん、やっぱりこうなんか馴染んできてというか、あ、仲良くなってきたからこそ、なんかすごいより自然体に歌えたなっていうのが、めっちゃいい、やっぱりそう仲良くなってきて、そうなんかだから自然な明るさとか、うんうん、なんかこう頑張った感じじゃなくて、こう自然に楽しい気持ちで、そう、うんうん、歌えたから、なんかこう意識してって言われるとちょっと違うかもしれないんですけど、うんうん、なんかそういう風に歌いました。え、めちゃめちゃいいじゃないですか。 ありがとうございます。ありがとうございます。エルダーフラワーも私最初聞いた時、うん、アグポンって分かんなかった。え、ほんと？なんかかっこよすぎて、なんか前回のと違う、全然違ったから、うん、分かんなくて、え、これアグポンなんだと思って、めっちゃすごい。ありがとう。そう、なんか両親っていうかお母さんもすごい聞いてくれてるみたいで、うん、そうなんだ。そうなの。なんかこれ YouTube の再生回数私も含まれてるのかしらとか言って、私いっぱい聞いてるのになんかなみたいな感じで、ちょっとお母さんかわいい。なんかちょっと頑張って、なんか慣れないそのパソコンっていうか、うん、を使って聞いてるみたいです。それほど応援してくれてるんだ。そう、めっちゃ面白かったその話が。良き、素敵。以上、今週のふつおたでした。アグのルームラボ。続いてはこちら。今週の怒っちゃうぞ。イエーイ。このコーナーは皆さんから怒ってほしいことを募集。うん、募集。一人は怒って、一人はフォローする素敵なコーナーです。です。はい、では早速行きましょうかね。行、はい、きましょう。はい。アグノンネーム、ゆるりんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。第43回の仲良しチャレンジ、うん、パッドパッドチャレンジ2で、うん、あとちょっとのところでクリアできなく、やり直しを求める2人と、うん、絶対にやり直しは認めないスタッフ。うん、このコーナーを通して、ぜひスタッフに向けて怒っちゃうぞしてください。なるほど、うん。今回ばかりはお二人とも怒っちゃうぞ側でお願いします。追伸、とても笑うことができました。今後もアグノンとスタッフの攻防を、楽しみにしていますと。なるほど。ファイティングポーズ。ファイティングポーズ。あ、じゃあアグポンから怒る？はい。いつもの7倍ぐらいで。いやー、私たちはただ面白くしたくて、頑張ってたのに、なんか最後のやつも、なんか不正チックにまとめて、なんですか、エンディングの終わった後に、タン、タタン、タタタンの時に、なんかあの、機械でポンって入れてる、あの一瞬だけポンって使うなんて、もっと尺あってもよかっただろう。あの一瞬にしてよ。じゃあ私も怒るわ。我々は面白くしてたのに、あんな一瞬にまとめられて悲しかったぞ。しかも、なんか今日収録に来たら、なんか前回のパッドパッドゴルフ好評でしたよ、ははは、みたいな感じで言われて、なんなんじゃもう私たちも真面目にやってて、もう番組をね、面白くしようとしてるだけなのに、もうそんなこと言ったら怒りすぎて激怒のんのまるになるよ。好評だったらありがとうございます。それは皆さんありがとうございます。優しいですね。ありがとうございますって感じですけど。皆さんは本当にありがとうございます。皆さんありがとうございます。うん、でもね、ポイントはもらえなかったし。ポイントもらえなかったの大きくない？そうだよ。
キーキーキーはい。怒りは収まりませんね。怒りは収まりません。でも続いて、いきますね。はい、うん、本日は晴天なり、コロスケなり、とんがりは寝ないさんからです。何が名前大西さん、高尾さん、そしてスタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。スタッフさんみんな今お辞儀してた。いつも楽しく番組を拝見させていただいています。うん、この番組は MC のお二人が自然体で、うん、とても可愛らしく素敵な番組ですね。やったー、それも、お二人の魅力を引き出す企画を考えて、うん、いつも頑張ってくれているスタッフの皆さんのおかげだと思っています。スタッフさんが一人で拍手してましたけど。おいらがやってるぞって。やってるぞってね。ね、ところが、うん、そんなスタッフさんに感謝するどころか、うん、チャレンジコーナーでは不正行為を働き、うまくいかないとクレームばかりの声優さんがいるようです。へー。ということで、一度ガツンと大西あぐりさんと高岡のさんを怒っていただけないでしょうか。なるほどね。なるほどね。あー、じゃあ怒って、怒りますかも、うん、たまにはね、反省して、うんうん、怒りますか。待って待って、うまくいかないとクレームばかりの声優さんがいる、うん、いや、それはしょうがないよ。それはしょうがない。もうしょうがなさすぎてしょうがになっちゃう。真っ赤っかみたいな感じですね。だって私たちは面白さを求めて、あの、笑いを求めてエンターテイナーをやってるわけだから、それはしょうがないと思います。そっかね。でも感謝の気持ち忘れてないわけじゃないね、ないしね。それを、そう、そういうことも人間だからあるあるから、ダメじゃない。どういうこと、どういうこと、どういうこと。いや、ね、ここチャレン、チャレンジちゃんとしてる。いろんなことにチャレンジしてるんだ。いや、あれだよね。もっと判定をゆるほわ動画番組にするべき。そうだ。うん、そもそもそれからそれてる、それてる、番組のコンセプトそれてる。それがそう、判定が厳しい、ゆるほわじゃない。そう、うん、大西さんと高尾さんは結果悪くない。そうだ。そこは、そこは、うん、プロとして譲れないっていうカンペを見ました。ね、そう、面白さを第一に考えてやっていた行動だから、うん、そう、しょうがない、不正じゃない、うん、うん、だから、うん、うん、私たちは最高、悪くない、イエーイ。はい、ということで以上、今週の怒っちゃうぞでした。アグロンルームラボ。ここからはこちら、仲良しチャレンジフォースシーズン。イエーイ。はい、このコーナーは2人で協力してあることにチャレンジします、うん、見事クリアすればアグノポイントをゲット、うん、アグノポイントを8貯めると素敵な差し入れが届きます。はい、ここに書いてあるんですけど、前回はすごく面白かったけどチャレンジは失敗。なんだ、いじってんのか。ほんとだよ。おこおこ。現在のポイントは2ポイントですね。まだ、うん、まだまだありますね。まだまだだね。ということで、今回チャレンジするのは、うん、オリジナル漢字。おー。オリジナル。これから一人ずつお題の意味を持つオリジナルの漢字を創作します。すごい。すごい。そして、一人がお題のオリジナル漢字を書き終えたら、うん、相方はそれを見て、一体どんな意味の漢字なのかを予想、うん、正解を目指します、うん。これを交互に繰り返して、全4問中2問正解できれば、今回のチャレンジはクリアでーす。なるほど。あの、漢字ねえ。どんな漢字、どんな漢字になるかな。ねえ。楽しみだね。ああ。それでは、やっていきましょう。では、まず、第1問目。ででん。あー、ほ、なるほど。なるほど。
なるほど。なるほどすぎて、なるこんになりそう。あ、もう大丈夫。か、書いていきまーす。おー、よし、頑張ろう。チラチラ、チラチラ。難しいなぁ。そっか、でも漢字がもうすでにあるやつを自分でね、オリジナルにね、うん、しなきゃいけないからよー。え、なんかめっちゃ、なんか見たことある。見たことある。あ、一文字にすればいいんですよね、これを。あ、確かにね。一文字の定義が何かはね、それによりますから、めっちゃ画数多い、ね。ビャンっていう字とかあったし。ね、待ってよね。うん、ビャンみたいな。うん、なんか、組み合わせてるだけだな、私。え、でも、そんな組み合わせがダメなんてどこにも書いてないからいいんだよ。え、どんな感じなんだろう。どんな感じって言うと漢字しか出てこない。どんな感じなんだろう、漢字だけに。ああ、冷やし脳脳始まったわ。夏。冷やし脳脳始まったな。わしらの夏が始まったな。始まったんじゃ。で、これをアグポンがみんなに見せて。はい。はい、ちょっと、趣旨と違うかもしれないけど。じゃあ、お願いします。じゃん。ちょっと分かってしまったような気がするんだよな。ひどいか？ひどいとこあるんですか？そんなね。ビャンっていう感じとかあったしな。画数が多いだけですよ。うん。うん。じゃあこれ私答えればいいんですか？はい。正解は、アグリアングリー。やったー！やったやったー！イエーイ！私たちのコンビネーションさすがだねー！さすがー！おー！あ、ちなみにスタッフさんが考えてくれたやつも。え、ちょっと見たい見たい。え、でもあんま変わんないじゃないですか。変わんない。同じすぎてびっくりしました。悪と、ね、怒るみたいな。確かに。あ、確かに。でもそんな変わらなくて、がっかりだわ。わかるですよ。もっとすごいアイデアがあるのかなって思ったんですけど。じゃあこれ絶対正解じゃん。ね、これは正解ですよ。ね、もう一問目正解だから。じゃあ続いて、じゃあ、のんのんが、書きます、今回は。意味を見ていきましょうかね。じゃあ私は、目を閉じ閉じ。目を閉じて。はい。二問目、お願いします。はいなるほどね。あー、なるほど。え、でもこれはね、得意分野ですよ。はい、できました。できました。お、じゃあ見せてください。見せたいと思います。こちらです。これ漢字こちらです。なんか、もじもじくんとかなんかそういうやつに見てくる。こちらです。成り立ちだね、これはなんか。これは漢字です。あー、なるほどね。どうですか？はい、じゃあ言いたいと思います。気になりすぎて気になりそう。え、なんで、なんで？漢字じゃない。これ漢字、え？これ漢字じゃないって。え？もう漢字じゃないですか？あれ？イラストです。イラスト？え、どの部分が？でも難しいね。人が気になるってこと。いや、これは立派なの、私の部首なんですけど。お手手と顔は、高尾流武士。え？武士じゃないですか？あれ？あ、でもそういうのもあんのか。なるほどね。あ、そういうことか。人間と、なんか、中に木みたいな感じ。ああ、頭いい。これはさっきより上手じゃない？あ、確かに。あ、でも、なんか、全然あのね、不正しようとか思ったわけじゃなくて、シンプルにこれしか思いつかなかった。本当にこれしか思いつかなかったの。なるほどね。そう。でもなんか、罰って言われちゃった。罰って言われた。なんか、スタッフさんが考えたやつも見ていく。あ、じゃあ見てみたいですね。ちょっと見てみよう。見ましょう。同じじゃん人、私の方が上手だったね。アクポンの方が上手。人はなるわけだからさ。そうですよ。うん。人とは限る、いや、限りますよ。いや限ります。ね。えなんか。なんか。ちょなんか、つまんないよ。つまんない。またつまんなくなってる。またつまんなくなってる。前回から面白くしようっていう話になってたじゃん。そうですよ。おかしい。なってたじゃん。じゃあまあ、でも3問目いくか。まあ3問目はね、寛容な心だと信じて。うん。じゃあ、続いての意味をお願いします。あー。難しいな。お？難しすぎて歌詞の気になりそう。あー、なるほどね。あー、なるほど。うん。めっちゃわかる。
なんか四字熟語に見えてきた。確かに確かに。じゃあカメラに、なんか新尿とかつけてこう。新尿とかつけ。なるほど。はい、これ。でね、これはちょっと意味ないんですけど。じゃあ答えを言います。はい。アグノンルームラボ。ウェーイ、やったー。なるほど。え、もう正解？あれ？もうクリア？もう一応クリアではある。あ、見たい。ああ。ね、不正とかしないから、ねえ、違うんだけど全然。これ屋内で不正をするっていう。いや、屋外でもしますよ。なるほどね。なるほどね。私はラボの方を取ったんだな。研究の方ね。研究。ね、うんうん。なるほど。あ、でも、ちょっと面白い。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 ということで、今回は成功でーす。やったー。どんどんパフパフ。どんどんパフパフ。ドカン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 。はい、以上、今週の仲良しチャレンジでした。アグノンルームラボ。お送りしてきましたアグノンルームラボ、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスはアグノンアットマークセカンドショット .jp です。各コーナーは番組ホームページに掲載していますので、ぜひ確認してみてください、ね、また番組公式ツイッターもやってます。私たち個人のツイッターもあるので、どちらもフォローよろしくお願いします。この番組はタイムシフト期間1週間を含め無料で視聴できます。はい。さらに、この後23時30分から、セカンドショットチャンネル会員向けのアフタートークと前回のアーカイブがお楽しみいただけます。うん、ぜひ会員登録をよろしくお願いします。お願いします。そして、大西あぐりオフィシャルファンクラブ、アグリングと、10月4日発売の大西あぐりセカンドシングル、うん、エルダーフラワー、初恋カラーズ、こちらもどうぞよろしくお願いします。お願いします。これからず、うん、陽気、陽気だった、陽気だった。なんとね、このちょっとの、そうそう、怒っちゃうぞの前になぜか怒っちゃうぞの前に、うん、MV のね、そう、なんとなくの完成そう品を、エルダーフラワーも初恋カラーズもね、そう、 MV で撮ってきたやつを見させてもらったんですよ、うんうん、私も初恋カラーズ初めて見て、そう、一緒に見ちゃうっていうね、一緒に同時見て、なんならこれ鑑賞会始まってるっていうね、そう、そう、いや、めっちゃめっちゃいいです。なんか良すぎてね、鳥肌立ったもん。あ、本当？だからもう皆さんこれ見たら、みんな鶏になりますよ、本当。いや、もうなんか鳥肌立ちすぎて、そう、だからいっぱいね、見ていただけたら嬉しいです。本当に楽しみに、お楽しみにということで、はい。そして第44回、はい、どうだった？え、44回？うん、あ、楽しかったです。楽しかったです。そんな小学生みたいな感じも言わなくても、なんかちょっと若返ったから、あ、そうね、髪型もね、だからね、若返ったから、いや、でもね、ポイントはゲットできたし、ね、そうだよ、そう、なんか漢字難しい ね、 ね、だからこう考えた人ってすごいんだなって、ね、改めてなんか思ったよね。思った思った。やっぱどんな感じって感じだよね。ね。ね。そうですね。そして、はい、アフタートークでは、先ほどもね、そう、スタッフさんがこう考えた感じを見てもらったと思うんですけど、うん、皆さんは。はい。私たち、まだ他にね、この漢字を考えてくれてたのがあるみたいで。なるほど。それをね、オリジナル漢字を、その意味を当てる、いやー、チャレンジしていきたいなと思ってます。はい。いやー、きっと、ね、すごいセンスの光る感じがあるんだろうなって思ってるので、ね、私たちもすごい楽しみです。はい、それをね、皆さんも一緒に考えていきましょう。はい、はい、ということで今回はここまで。次回の配信は2週間後、うん、7月7日水曜日23時からです。七夕、七夕、イエーイ。最後はアグノンじゃんけんでお別れ、うん、今回はアグポンです。はい、皆さん、じゃんけんの準備はいいですか？いいよ、いいよ。それではいくよ。ぐる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 、じゃんけん、あぐぽーん。勝ったあなたは、いい感じ。冷やしあぐぽん始めました。せーの、バイバイ。バイバイ。合わなかった。バイバイ。バイバイ。